ゆうてるまかぼさがしゃきとママとならみにあかちゃんです。今日はこれでこのホテルをチェックアウトしてまた違うところに移動します。みんなに行くんでしょ。それはどうかな。じゃあこれで準備して向かいたいと思います。あとたれーよ、バブー。Oui. Ah oui, un requin. ミニオンの中にミニオンがいる。わー、チェコトン？イエーイ。すごいね。うん、すごいね、めっちゃミニオンじゃん。おお。すごい、でも素敵なお部屋じゃない？わーお、すごい。
い素敵なお部屋でございますよ。めちゃめちゃいいんでないの？ママ、ブーツを脱いで。というわけで大阪に無事到着しました。じゃんじゃん。今回はののが喜ぶかなと思ってホテルユニバーサルポートホテルにしました。ロビーからもうミニオン尽くしでいたてり尽くせりでございます。でここミニオンルームもあるんだけど、ちょっとミニオンルームはガチャガチャしててちょっと寝にくそうだったので普通のお部屋にしました。なのでちょっとルームツアーをこれからしたいと思います。まず入るとこんな感じで、まあ廊下みたいなのがあって、でこっち側に行くと洗面所がございます。でね、ののの、この歯磨きとかスポンジとか、あとはこの台があるのがめっちゃありがたいかも。この台意外と使うんですよね。でここがお風呂です。お風呂、見て、ブクブクビームあるよ。そうだよ。でお風呂、こっちがおトイレです。じゃーん、トイレはいいかも。こっち側に行くと部屋、お部屋、だだーん、ティッシュもある、ティッシュもある、紙がないな。ソファーベッドもあって、で、あとはまあベッドがあって、ここから見てほらパークがめちゃめちゃ見えるんでございます。ホグワーツ城がめっちゃ目の前なんです。でね、あのユニバーサルのくるくる回ってるやつも見えるから、これちょっと夜がめちゃめちゃ楽しみね。うん、ちょっとこれでやりたい仕事も全部終わったので、お外に繰り出したいと思います。こんにちは。こんにちは。なんでシャツなんですか？あ、出たね。ミニオンの隣に座っていいよ。かわいい。できたよ。うん、じゃあこれからユニバーサルウォークに向かいたいと思いまーす。高さん、恐竜だー。あ、ここは休業中なんだ。あ、でもこっちがあるんじゃない？こっちがレックスカフェなんだ。うん、すごい。ゴールドスター。何を見つけたんですか？パーカチョウがある。でも見て、ほら、いっぱいいろいろあるよ。でもこれから食べる。だってほら見て、マリオもあるし、あとミニオンとかもあるんじゃない？どうですか？キラキラです。ね、スタバもあるや。さあどうしましょう。どこ行きたい？どこ？もう見ちゃう？あのユニバーサルスタジオのとこに行きたいんですか？寒い。すごいね。
マどれかな。かわいいよ。え、どれにしようかな、ママ。ちょっと待ってよ。ママはユニコーンに。え、ママのキムがいる。だって、ユニコーン大好きだ。そう？はい。で、せーの。もう一回やって。飛んで、ピヨン。見てみたら鏡あるよ。ママこのユニコーンなの。ママティムがいいのに。ママも見てみたら鏡で。どう？ピヨンの小さい。それは気づけちゃうしてな。すごい、めっちゃミニオン。こっちに行ったら食べてみる？うん。Thank you. It's a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreaming.